7つの花が飛び出す仕組みを使ってひまわりのカードを作ってみました。まず花一つ分を8つに折ります。そこに花びらの形を描きます。これが型紙になります。他の花も同じように折って、最初の型紙と合わせて切っていきます。切れたら一つ分を切り取って糊付けするとこんな形になります。7つできたらそれを順番に貼っていきます。しっかりと貼り付けて、くっついているところや剥がれているところを確かめて直します。次は葉っぱです。ひまわりの葉っぱは少しハートっぽい形をしています。周りはギザギザです。葉っぱの折り方で作ります。台紙の上に置いて位置を決めたら、葉っぱの根元だけをのり付けします。花の位置を決めたら折り目のところに合わせて花の先にだけボンドをつけて貼り付けます。これで開くとひまわりの花が飛び出してきます。画用紙などで台紙をつけたら出来上がりです。ゆっくりとしたバージョンもありますので、そちらをご覧ください。型紙もそちらからダウンロードすることができます。